皆さんこんにちは、ポンポムゆりです。今回は今全く、髪を乾かした状態なんですけども、全くね、あのストレートアイロンとかアイロンの巻き髪だとかをやってない状態なんですけど、ここから一回ねストレートアイロンを少し通してエクステと地毛をなじませた後に30ね 2mm のコテをこちら持ってるんですけど、ロングの状態で髪を巻くとねどうなるのかっていうのを何もやったことがなかったので、今回はねこちらのコテを使って巻いていきたいと思います。初めて髪の毛巻いてみたみたいなそういう感じの動画になると思うんですけど、まずはこちらのビダルサスーンのピンクの小さいコテでこの辺をアイロンを通していきたいと思います。もう地毛の方の髪の毛が結構色抜けてきちゃって明るくなってきちゃったんですよね。前髪もストレートアイロンでやっちゃおうかな。普段は前髪は 19mm の細いコテで巻いてます。はい、前髪巻き終わりました。こうやってめちゃくちゃ手を返すようにやると綺麗に巻くことができるんじゃないかなって思います。で、こっちもね、まあ大体、まあ、馴染んだというか大体全部ストレートになったので、次は 32mm のコテで巻いていこうと思います。はい、こちら 32mm ってあんまり使うことがなかったので結構自信がないんですけどやっていこうと思います。じゃあこの顔周り細く取ってで、どう巻こうかな。ほい、こんな感じ。すごいゆるゆるだね。ちょっとね、鏡がいいとこになくてすごい雑なんですけど、こっち顔周り内巻きにしたのでこっちは外巻きにしたいと思います。で、いいところらへんでこの辺取ってこうやって巻いていって少ししたら外していきます。で、また巻いて少ししたら外す。で、次したらまたその後ろの髪の毛を取ってさっきと同じようにやっていきます。次は内巻きでやっていきます。一回こうやって全体にね軽く熱を通すと形がつきやすくなると思います。で、こっちもやっていこう。はい、こんな感じです。難しいはい、巻き終わりました。なんか微妙だな、ちょっと。はい、どうですかね。なんかあんまり変わんない変わんないかな。ゆる巻きしすぎたのかな。なんかあんまり変わんない感じですかね。でもこの辺から巻いたらまた変わったのかなって思います。ちょっとここの辺から巻いてみようかな。ちょっと束取ってみましたが、どっちだってこっちの方がいいよね。なんかここ多分おかしかったんだよな。まあこれは練習が必要ですね。はい、ということでかなりねちょっと練習が必要だということが分かりました。どうだろう、まあ、若干巻いてあるなみたいなのは分かると思うんですけど、まあ、こんな感じね若干巻いてあるなっていうのは分かると思うんですけど、ちょっと左右非対称すぎますねこっちにもうちょっとボリュームが欲しいかなって思います。ちょっと巻き方これからまた調べるかなんかして練習していこうと思います。こういう毛量の少ない時のエクステ髪の毛のロングの時の巻き方などなんかちょっと簡単な巻き方とかがあればできればコメント欄で教えてください。ということで、せっかく長い髪の毛になったのでいろいろアレンジをして楽しみたいなと思っておりますので、ちょっと研究をしてこようと思います最後まで見てくれてありがとうございました。
チャンネル登録がまだお済みでない方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると嬉しいです。また次回の動画を見てください。バイバーイ。